はい、モモンガトリートメントのポイントなんですけど、結構すごくてかなり高度な話になりますが、通常こういうハイトーンのブリッジからする場合は、例えばメタリック系とあと最近であればピンクだったりとか、まあ、バイオレット混ぜるんですけれども、今回もメタリック直でいってるんですよね。なんで色の濁りない状態で、もう単体の単品しか使ってない状態です。でなぜできるかっていうと、このモモンガの純国産ヘナ、ヘナってオレンジになるイメージがあるんですけど、実は濃度の関係もありまして、まあ、直接純モモンガのみでねやっちゃうとあれですけども、混ぜるのも 10% ぐらいですから、検証の結果だとペールイエローになるんですよ。で前回の動画でも上げてるんですけど、でペールイエローが入ってることによって直接そのメタリックを単体でいけるってことは、ブリーチしながら、そのブリーチを混ぜたりとかしてるんで、まあ、体に混ぜてますけど、その手術をしながらもペールイエローをベースに入れちゃってるって感じなので、余計にトナーとかしなくてもいいっていうことですね。で、今これメタリック入れてるんですけど、またヘナのね、ペールイエローと普通のカラー剤の、定着部位が違いますから、またちょっとこう色の抜け方もこっちの方がいいわけですね。で、今ちょっとこちらメタリック単体ですけど、まあ、少しこうヘナの色が出てるんで、緑っぽく見えるんですけど、まあ、洗うとこれが薄いペールイエロー、まあ、要はベージュという形に色抜けしてきますから、色抜け後もオレンジっぽくなりづらいというところがあります。で、髪質も毛先が結構ビビリになってたんですけど、それも改善できているので、毛髪強化っていう部分と、染色でも使えると、トリートメントなんだけどそのヘナのペールイエローの部分が使えるっていう部分で、かなり新しい使い方かなというふうにも思います。なので今本当に単体染めなんですけど、これだけ綺麗な色が出てるんで、はい、こんな感じに単体でやってます。でちなみにカラー剤は、ここまでが、スモーク使ってて、毛先は、日本のカラーじゃないで海外のカラー使ってて、ちょっとそれは取り寄せられないんで言ってもあれなんですけど、ここは海外のカラーを使って、ここからはスモーク単体ですね、はい。でスモークはオキシ2倍にして、アルカリキャンセル 2% でアルカリキャンセルしたやつで塗ってます。ただそれにモモンガを 10% ちょっと多いんですけど、モモンガ 10% 混ぜてやってるって感じなんで、それ単体なんですよね。多分通常であればもっとマットだったりとかに触れてちょっとグリーンっぽくなっちゃうんですけど、結構そこがペールイエローを入れることによって、グレージュになるということですね、はい。単体染めてもグレージュに自然になってくれるっていうので、ベースにベージュがこう入ってるということがモモンガ使うことでできます。